今宵の闇のなんと心地よいことか。さあいでよ、世に従うしもべたちよ。私レオン以下、常にカルマール公のおそばに控えております。このナーデルをお呼びになるとは、公爵様。今日はどんなことをなさるおつもりなのですか。シゾーも聞きたいピョンね。カルマール様、早く教えてピョン。偉大なるカルマール公よ、我コルボーにこそ第二幕の栄光をお与えください。さてカルマール様、何をすればいいのです。ピトンにご命じくださいな。時は来た、シゾーよ、ピトンよ、お前らに役割を与えてやろう。攻撃目標はエフェル塔、存分に破壊してくるがよいぞ。人間どもの楽しげな声が耳障りだピョン。この町の人間どもを震え上がらせてあげようかね。さあ行け、制裁を加えてくるのだ。それじゃあ行ってきます。大神さん、応援してくださいね。ナリキン女、本場のフレンチ感覚とくと見るがよい。今さら謝ったって許してあげないんだからね。ビーだ、アイリスだって絶対負けないもん。パリ歌劇団の実力とやら楽しみにしていますわ。これが本場のフレンチカンカンなんですね。どうだい、パリ歌劇団のダンスは。かっこいいんだけど。アンサンブルがまだまだですわね。そういえば、どうだ、我々のフレンチ感覚見とれて声も出まい。その大内、私たちのダンスを見た後でも叩けまして。行きますわよ、帝国歌劇団のダンス始めますわ。アイリス頑張るからね。大神さん、一生懸命に踊りますから見ていてくださいね。見事なダンスです。息もぴったりで惚れ惚れしますね。へえ、さすがに言うだけのことはあるもんだね。認めたくはない、素晴らしいの一言。アイリスって子、結構可愛いんだな。
かしわからぬ。ダンスそれ自体のレベルは我々と同じぐらいなのだが、何か決定的に違う。そう、あえて言うならば全体の動きというか。大神さん、大変です。アイリスさんのシューズが。なんだと。スミレさん、お客さんから見えないように壁を作りますよ。分かってますわ、アイリス。今のうちに。さくら、スミレ、ありがとう。二人で壁を作って、アイリスがシューズを脱ぐタイミングを作ってあげてる。なるほどね。あれなら客席から見られずに済む。見事だ。我らの乾杯だ。隊長。優勝した時のコメントは何て言ったらいいんだろう。ねえ、コクリコどうする。エリカ、まずは優勝しないと。あ、ドラムロールが終わるよ。で、優勝チームは。シズ王様に決まりだぴょん。うるさいぴょんよ。シズ王様の目の赤いうちは人間の好きにはさせないぴょんね。このピトン様が来たからにはコンテストもおしまいだよ。さあ、ここにいる人間ども全部まとめて始末してあげるよ。待ちなさい、私たちが相手よ。ここは私たちに任せてください。大神さんは早く後部を。そうだよお兄ちゃん、コンテストのお客さんはアイリスたちが守るから。注意、お雪になって被害を大きくするわけには参りませんわ。了解。We'll be right back.
様が切り倒すぴょん。そうだね、倒せば大パニックになるね。お前たちやっておしまい。来たピョン。今度はお前たちを切り刻んで殺してやるピョン。フッ、愚かな連中だな。我々がいつまでも同じままだと思っているのか。なんて鼻息を荒くしてるんだ。あんたらごときが私らに勝てると思うのかい。やってみればすぐにわかるさ。お前たち生意気なピョン。今度もあいつらを叩き潰してやるピョン。了解。このピトン様の毒牙にかかればあっという間だね。さあ一気に片付けておしまい。そこまでよ。誰だピョン。リスクランチャンバール。
声楽のトップスター、カンタス君でパリの街にも華麗にデビューですわ。お兄ちゃん待った、遅れてごめんね。わあ、あれが東京の皆さんの校舞なんですね。そうです、こんなこともあるかと思って日本から運んできたんです。あっ、我が神崎家の力をもってすればこれくらいわけありませんわ。あれがお兄ちゃんたちの敵。防ぎたウサギと言うなピヨン、まとめて蹴散らしてやるピヨン。大神さん、私たちが怪人の一人を引き受けます。どちらがよろしいですか。わかりました、みんな行くわよ。注意、いつものお願いします。お分かりですわよね。了解。はあ、さすが、長年やってただけのことはありますね。確かに板についたものだな。素敵です。こしゃくな、まずはお前たちからラビット切り刻んでやるピヨン。この爆破スイッチでエッフェル塔を爆発させたら下の連中はどうなるかね。させるかよバカだ。
せっかく生き返ったのに、こんなわけのわからん奴らにやられるぴょんのか。バカな、バカな、このあたしが二度もやられるなんて納得いかないよ。お疲れ様でした、大神さん。私たちを誰だと思ってらっしゃるの？さすがだな。ダンスのごとき華麗な戦いぶり、見事だったぞ。あなたたちの戦いぶりもなかなかのものでしたわよ。ああ、すっかり仲直りしてやがんの。現金だね。勝利のポーズ決め。もったいぶらずに教えてくださいよ。わざわざ我々を呼び出したのだ。かなり重要なことなのだろう。グリシーヌさんの言う通り。さ、ジュリ、早くおっしゃってくださいな。ねえねえ、何なの？その後ろに隠してるのは何？教えてよ、イチロー。教えてよ、一郎。大神さん、意地悪しないで早く教えてくださいよ。優勝トロフィーじゃないですか。どうしたんですか、一体。どちらが優勝したんですか？やはり東京の花組の皆さんですか？ダブル優勝？なんだかいい加減だな。ま、悪い気はしないけどね。さすがはパリ歌劇団ですね。おめでとうございます、エリカさん。そんな、照れちゃいます。さくらさんたちこそおめでとうございます。でも本当の優勝は東京の花組だよ。僕見とれちゃったからね。そんなことないよ。絶対ココリコたちが優勝だよ。違うよ、アイリスたちの方が上手だったってば。おい、お前たち喧嘩をする気か？僕たち仲良しだろ。ねえアイリス。うん、アイリスもココリコのこと大好きだよ。喧嘩したり仲直りしたり大忙しですわね。私ついていけませんわ。
やだな、いつも雨だ。また居場所がなくなっちゃった。私なんていない方が。次回桜大戦3、飛べない天使、愛の御旗のもと。お店には戻りたくない。